はい、腕時計の話その10、続熊野プーさん腕時計についてです。前回ね、この熊野プーさんの腕時計をの話をしたんですね。でこれはアナログで針がついてるモデルで、しかもね、バックライトがこう点滅したりして結構デリケートなんで、これキャンプ持っていくのもったいないよねっていう話をしたかなと思うんですけどね。でね、あれからね、デジタルのプーさんの腕時計ないかなと思って探してたんですね。そしたら実は見つけました。これですね。最初からこの状態では売ってはおりませんでした。これ時計はもちろんね、ユーズド品ですね、をネットで見つけたんで、それを買って、これはね、バンビさんの BX っていうバンドです。これアミグリーンのね、色がついてて、このバンドはね、割と昔ね、これここにもう一個同じシリーズの持ってましたけどね、使ってました。これはね、こっちはね、このちょっと今止まってますけど、この時計ですね、ミキマスの時計に昔つけてたんですね、これね。ただもう経年変化でね、取り付け部分のこういうところがダメになっちゃって、このベルトは使えなくなっても、まあベルトとしてはまだ持ってるんですけど、なんか使えないかなと思ってね。というわけなんですけどね。で、これね、さっきまで実はね、ベルトがさっき郵送で送ってきて、この時計つけるのにちょっと難儀しましたね。この本体とね、ラグ幅のここの距離があまりなさすぎて、ベルトがの厚みっていうんですかね、取り付けの。ありすぎてね、なかなかね、ラグ棒が止まんなかったんですね。で、相当苦労したんですけど、なんとかなりました。もう、お店に持ってこうかって、ちょっと一時思ったぐらい、もう1時間以上かかりましたね、取り付けに。ここの、まあ、普通はね、そんなことないんですけどね、この時計はもう本当、ここの距離がなかったですね。ラグ棒とこの本体の隙間っていうんですか、これがあんまりなかったですね。で、見てわかる通りね、これ、ちっちゃいです。横幅30ミリですね。このね、ミッキーマウスの時よりまだちっちゃいですね。だから本来ね、これ男の大人の人がね、やるのは厳しいと思ったんで、このベルトにしたんですね。もうリストバンドウォッチみたいな感じにアレンジしてしまえばね、できるんじゃないかなと思って、まあこれにしたんですね。まあどんな感じかっていうとですね、これちょっとね、めんどくさいっていうか、取り付けっていうか、手にするときはね、若干一手間かかるんですけど、こんな感じです。手につけるとこんな感じですね。ほぼほぼリストバンドかなっていう感じになるかなと思うんですけど、今ちゃんとついてないな。こんな感じになるんですね。まあリストバンドに見えるでしょうね、普通ね、これ。まあこれだとだいぶこうやってしまうとね、時計に力点がかかれるよりバンドの方に力点がかかってるんで、あんまりこう時計のね、サイズがちっちゃくてもまあ悪くないかなぐらいに見えないですか。でね、この時計ね、ちょっとびっくりしたんだけど、これ金属メタルでできてるんですね。これ送ってくる前に、これ多分プラスチックでできてるんだろうと思ってたんですよ。でね、この表面もこれガラスなんですね。これちょっと驚きましたけどね。で、押しボタンも当然金属でできてて、このゴールドの色ですけど、メタルの上にね、艶消しのゴールドをこう塗装してますね、これどうもね。裏蓋見るとね、チャイナとディズニーしかロゴがないんですよ。だからこれ、その売ってた場所がどこなのかは出品者さんも書いてないし、わかんないんだけど、年数的に言うとね、もうベルトがね、最初ついてたベルトっていうのは、プーさんのなんか革のベルトだったんだけど、ミツバチかながたくさんこう印刷してあって、もう劣化してね、ベルトがね、まあ、重ねて作ってあるというか、貼り合わせてある革のベルトだったんですけど、それがもう剥がれてね、ボロボロになってましたね。だからこれ、10年って言わずに寝てたんじゃないですかね。ただ使った形跡はほとんどなかったですね、これ見る限りは。
実際にどうだったんですかね、使ってたんですかね、分かんないですね。ただこれ、出品されるときに電池とパッキンを交換しましたって書かれてたんで、まあ、ユニット動いてたんでね、あ、これじゃあ、買ってもね、いいかなと思ってね、購入したんですね。ただ思った通りね、物良かったですね。で、プーさんの表情っていうんですかね、これが割とね、買う時の僕の場合はプーさんの絵柄とかキャラクターの表情とかがこうすごい良ければ買うという基本的にね、まあこっちもそうでしたけどね、これほらこんだけサイズ違うんですよ、かなり違うでしょ。だからこういう普通のねベルトをこれにつけてしまうと、もうちょっとこっちにまあ大人のね、男の人はそのちょっと無理くなるでしょうね。これに、こういう普通のベルトをここに、このサイズで16でやっちゃうと。ここ、取り付け幅そのものは16なんですよ、これね。こっちも16なんですけどね。時計の径が小さすぎて、このまんま、これにただベルトを付け替えただけだと、ちょっとね、変な感じになっちゃうでしょうね。こういう、このバンビの BX みたいな、このリストバンドみたいな、ベルトなんで、まあ、なんとか見える形っていうか、見れる形になってるのかなという気はしますけどね、こうやるとね。まあ、これね、本来はね、ちなみにこの BX バンドはね、G-SHOCK なんかも付けられます。ここのところね、サイズは14から20だったかな。パーツが取り替え効きますんで、いろんなサイズの時計がね、付けられます。G-SHOCK ももちろん付けられます、これ、このベルト。昔ね、つけてたことあるんですけど、割とこれにつけちゃうと G-SHOCK がボコンって飛び出した感じにはなっちゃうんですけどね。ただ、こういうベルトはね、他に、バンビさんのこのベルト以外では売ってないでしょうね。だと思います。まあ、興味があるようでしたらね、バンビ BX、アルファベットですね、BX っていうベルトなんで、あ、ロゴ入ってますね。まあ、調べてみてください。それとまあ最近のディズニー時計事情みたいなちょっと言うとですね、これですね。これ実はね、ダイソーさんで今売ってるんですよ、100円で。で、これデジタルですよね。で、これラグアパ16ミリです、これ。だからこれ意外とね、値段100円ならこれいいんじゃないかなって気もするんですけどね。まあ、このベルトのまんまだと、ちょっと大人の人がするのはあれだから、それこそあれですね。こういうバンビさんが売ってるこういうウレタンのベルトですね。ここ幅、これ僕の16だったかな。だからこれつけて、例えばこのベルトみたいなね、まあこれは濃紺ですけど、もっと明るい青もありますんで、そういうの付け替えるとかすると、これ結構時計のサイズ自体がかなり大きいんでね、いいんじゃないかなという気はしますけどね。まあただよく見るとね、やっぱり値段なりの部分があって、なんていうのかな、これ印刷した文字盤のところにちょっと汚れがあったりとかですね、するんですけど、まあ透明には分かんないですよね。で、100円なら全然許せると思います、これ。で、このデジタルのユニットそのものは、まあごく普通ですね。この出っ張った押しボタンでモード切り替えるっていうか、自分しか出てないやつは1回押すと大体日にちがですね、今日1月3日なんで。で、離すと現在時刻の表示になるんですね。こっちのやつはね、ユニットの中身ちょっと違うんですね。これも1回押すと1月3日なんですけど、もう1回押すと秒表示に、秒に変わるんですね。で、もう1回押すと元に戻るんですね。だからこうユニットそのものはこれに入っているものと、今、いわゆる普通に売ってるこういう、まあ、子供さん向けのデジタルものみたいな時計についてるのとはちょっとこれ、ちょっと違うユニットが入ってるみたいですね。ただこのモデルに、このプーさんのモデルに関してはね、全然わかんないですね。ディズニーストアで売ってた可能性、どうですかね。ベルトは革のベルトでしたね、あれだ。どうなんだろう。要はプライズ品ってよくあるクレーンゲームなんかで取るね、時計にしてはね、使ってる部品の材質が良すぎるなという気がするんですね、これね。ただ、プライズ品だとこれ大抵樹脂で、こんなものはプラスチックの透明のね、プラスチック使ったりするんですけど、これは全部金属とガラスでできてるんですね、これね。
謎多いです、この時計、とにかく。そこもまあ送ってきてみてちょっと驚いたんですけどね。はい、というわけでね、デジタルのプーさん時計手に入りましたんでね、今年のキャンプはね、これをやってしていきましょうかね。こっちの、セイコーインストールっていうか、ローラスのこの時計はね、結構繊細な感じ っていうか、針の時計なんでね、やっぱアウトドアで、針の時計ね、昔バイク乗っててね、針が飛んだことあるんです、実は。昔ね、昔々ですけどね。だから針の時計ってあんまり自分的にはあんまりアウトドア向いてないんじゃないかなってちょっと思ってたんですよね。デジタルの方がいいなとは思ってたんですね。まあ G-SHOCK なんかでも針付きのモデルありますよね。プロトレックなんかでもあるし、ああいうのきちっとまあ針飛ばないようについてるんでしょうけどね。ただイメージ的にはデジタルの時計の方がアウトドアとかオートバイに乗るのに向いてるんじゃないかなと、まあ個人的には思ってるんですけどね。まあ余談でした、それはね。はい、というわけで今年のキャンプはこのアーミーグリーンのね、BX、バーミさんの BX というバンドですけど、このプーさんの腕時計でキャンプ行ってみましょうかね。はい、ということでね、続、熊野プーさんの腕時計デジタルモデルでした。まだね、チャンネル登録お済みじゃないようでしたらね、よろしくお願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。